皆さんこんにちは、エルザです。クラフトピアシームレス版の続きやっていきたいと思います。まあ、今回は探索メインにしよっかなって感じかな。でね、ちょっとね、前回終わってからボックスどんなもんだろうって作ったらね、めちゃくちゃ余裕があったので、鉄集めとかをメインにしていこっかな。まあ、あとは他に作れてない、そうだね、こういうポーション調合とかさ、あ、でもこれ作れるね。それ作ろう。まあ、ちょっとこういうのもね、素材集めて作りたいなと。なんとね、鉄も取りながらね。やっぱ、Qワールドの時と同じで、鉄の需要めちゃくちゃ高いね。多分そんな感じになるだろうなと思ってたけど、鉄はやっぱいるわ。基本的なやつ作るとき大体鉄使うんだよね。よし、じゃあレッツ探索。洞窟だって、あ、うんち漏らしたいやでもね、これ意外と肥料で使うんよ。あとあと、暗すぎ問題ですね。これ夜、外は夜なの。ああ、関係ありそうだな。まあでもちょっと、さすがにずっと探索しないのもあれだから。これ全部どうか。なってるね。探索というか、そうか、応答か。あのね、奥の光しか今当てにしてないんだけどさ、それが本当見えない。巨大松明作るともっと範囲広いかな。え？マジで？マジで闇やん。マジで闇じゃん。廃棄のリスポーン、え？あ、近いった。わー、ダンジョンボスっぽい。ちょっと待って、それだったらさ、こっち向きだったよね。もうない、回りなければ来たいけど。ああ、もうあれだ。今のところ降りるしかないんだ。さあ、ボス戦。どうなるかな？飯食っとこう。暗い中戦うっていうのがまたね。画面が見えない。あら、明るい。わー、ダンジョンだ。おお、滑る滑る滑る。めっちゃ滑る。おお、こっちか。ちょっと待ってね、松明をね、装備するわ。え、これで終わり？ポイズンバゼラード。ポイズンバゼラード。レシピオベル。
あ、武器だ。すげえ、なんか強そう。これ強そうだね。そしてお金。なんかね、前回のキューバールドの時はめちゃくちゃね、宝箱から武器出てたのよ。いらないぐらい素材とか。だから今回はお金がメインな感じなんだね。まあ、戻ってきたけど、そもそも作れるのかどうかだよね。ああ、ここの枠では作れないんだね。じゃあこっちは？あ、作れない。え、どういうこと？レシピ覚えてるけど、覚えてるね。あーってことは、まだこの時代では使えないっていう認識なのかな。で、開拓の時代のレベル3をちょっと今見てたんですけど、ちょっとね、まあ、マンダラゴラと、破片？なんで、この破片がね、どこにあるのか探さないといけなくなったんで、多分、そうだね、ここら辺にあるんだろうなーって感じかな。なんで、ここら辺探索、多分、ここ行かないといけないんじゃないかなー。こういうムーンストーンとかさ、こういう素材系、アイアウッドとかあるんだけど、これもね、それ系なんで、人形の破片がある場所そこだよ、みたいな感じだから、ちょっと頑張って探していこうかなと思います。で、そうだね、早速こっち側の攻略行こうかな。よし、リスポーン。多分昼間だから明るいね。ああ、こんなんあったんだ。シールド割って、ああ、そう考えたらドロップ率そんな高くないね。たまたまコンボをゲットできてたって感じか、今まで。よう、あ、銀だ。宝箱に埋まっちゃってるね。上か。んで？あんだけ当てて。やれないのか。いいね、明るいと快適性がもう全然違う。弓ゲーですね。ちなみに。ああ、無理なんだ。やっぱ、刺さるよね。うわー、全然前回とその、
快適さが違う。昼間にするだけでやっぱこんだけ違うんだね、ダンジョンね。昼限定でしか遊べなくない少ないそれ。通れないし。そうだな、多段ヒットすることを考えるとそれなりに強いシールドブレイクに関してはね、その面に関しては強いんだけどな。手の良さで言うと、勝手剣が上回るね、やっぱね。かがり火。あれ、祭壇は？おお。これ武器変えるのありだな。一旦こっち装備してやってみるか。やべ、快適さが段違い段違いすぎる。それはちょっとあれだなぁ。もう、こうなっちゃうよね。これは先制で投げて、投げやりできたから、そうね、投げて、その後だなぁ。これだけ？お宝がありましたよっていうオチで終わり。はいはいはい。でここに来ると、え、マジで？え、かすりもしないとちょっとやばくない？そっちは当たるんだ。難しいね、このゲームね。
で、2本ゲットできたんで、はい、伊藤龍、ジャストアタック。もう、そういう性能があるよっていう話だね。で、そうだね。お、カイトシールド。はぁはぁ、向こう側も、そうだね、スイッチを。早っ。振りめっちゃ早いね。あ、封印解けた。いいし、これで。手数は多いけど、単純にダメージは減ったね。やめて、その急にやめ動くのやめるな。あー、ここの子だったんだ。はあ、はあはあ、よし、じゃあスイッチは全起動完了。ダンジョン行きましょう。青木冥界の使者だって、めっちゃかっこよくない？これグリムリーパーだって。やっちゃおう。倒せるかどうか別としてね。おお、正面っぽいけど、この右は何？あ、右も行けるっぽいな。とりあえず正面。ちなみに矢は今93。これで矢落としてくれたら最高なんだけどね、この子たちね。こっち側めっちゃ気になるな。ぐるって回りそう。消えたね。あー、ちゃんと考えられて、あの通れないようになってる。ジャンプで。ことはまず黄色だね。
はいはいはい。当たった時にこう体がグッてなるのちょっとシュールなんだよね。はいはいはい。え、こっち。ちゃんと移動の制限かかってたわ。すべての明かりを灯せ。ん？と思ったけど、もうこれでいいの？いや、何も音鳴らないか。うわー、何も音鳴らないからね。はい、弓有能。火力ほんと高いね。でも一撃の方を見るとやっぱそうだな、槍も強かったんだなってなるね。あーで一周してきて、じゃああっちですよっていうオチか。ほんとはここが通れるようになるんだろうね。この「ギガンテス」じゃん。アタック2%ついてんのか。とりあえずいらないものは。80は暗いすぎよ。まあ、問題はこれどうやっていくかっていう話だよね。まあもらうに決まってるじゃん。そんなんね、いい。矢がもらえるならね。あ、やばい。ちなみにこのギガンテスの矢ってどれぐらい火力あるの ?65。ああ。矢が装備されてません。
あ、死んじゃった。あ、大量の矢ゲットだね。スタミナが、力が出ない。本当だ、スタミナの切れが半端ない。頑張ってねってやつか。手作りグライターはいりません。多分保険なんだろうね。初めて来てね、持ってない人のためなんだろうな。親切だな。ヒュー。なるほど、あれは風だったんだね。はい、開いて、またスタミナ？あ、いや、多分一時的か。で、あー、グライダーがいるんだね。で、次は足場が消える。えぐいな。えぐかったな。もうなんか270でなんかダメージ受けてたし今。あ、いるわ。お、はい、終わり。乗った分だけっていうやつか。アクション増えたね。すごいな。なんかシームレス版やって一番感動したかもしれない、このダンジョンは。おお。頭乗ってんじゃん。グレムリンの上になぜかグレムリンが乗ってるっていう、もうわけわかんない状況になってんだよな。何？そこにまとめて出る予定だった。弓強っ。弓強いね。これ銃がどうだったのかやっぱ気になるね。ヘッドショットが入れば強いんだろうなって感じはするけど、なかなかえぐい性能してる気はするわ。キャンプファイヤーはいいかな。おい、戻ってきたぞ。これで正面からいけるわけだ。ボスから挑戦できるって書いてあったけど、本当なんかね。それだったらそれでさ、ほら、鎌とかさ、ゲットできるじゃん。大量にゲットできるってか、鎌欲しいんだよな。見た目が最高すぎるもんね。これ反応してるってことはさ、あー、やっちゃいましたね。運営さん、これやっちゃいましたね。あーね、入ってやろう。鎌かっこいいね、見た目ね。
矢の刺さり具合がえぐいな。魔力が足りないか。カウンター入らなかったね。ほら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 。オラ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 、なんかこれなかなかの持久戦だな。ティー避けきれない。おー、所持金の一部いくらぐらいだろうね。1400。まあ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 。ああ、しかも全開したー、いつー。全開しやがったね。あとちょいなんだけどね。シャー、きたー。荷物がいっぱいで持てないです。あー、素材素材かー。いやマジで、あー、今になって装備できるようになってるわ。それはきついね。苦味の霊林。もう大変すぎて漏らしちゃってるじゃん、もう。大変すぎて。漏らしちゃってるよ。あ、開発ツールだ。装備、防具作れるんだ。ああ。まあ今作れる状況ではないだろうな。まあでも火力はそんなに出ない装備だったね。ほい。今ゲット。どう？そうきたか。そうだね。お金だもんね。まあ、木材は。まとめれますからね。あ、何が出る？あー、古代のやつ出た。あー、こいつ倒せば達成なんだ。でね、最悪なのがね、捨てないといけないものが多すぎますね。
エラルド。あ、アイテムボックス足りねえな。まあこれの2つに関してはもうゲットしているから行こう。やば、めっちゃ時間かかった。そりゃ夜になるわな。でもボスドロップに関してはそうだな、難易度高いな。余裕で倒せるぐらいにならないとっていうところだね。あー、イージー銃とかあるんだ。これさ、うわー、火力とかそのままなんだね。まあ矢が優秀なのは分かったけど、やっぱ当て感がな難しいって感じだったね。そう、とりあえずあそこは一旦クリアか。ダンジョンクリアもなんかね、やり込みの要素って感じだね。あ、ウィザード10体と。これ装備見てみようか。多分ね、ゲットできないと思うんだけど。作れないだろうな、文化的に。ね。あ、ちょっと待って。まず、これが何？モノティーマースナーフ。あー、テイマーか。テイマー用だって。あとは、ちょっとね、お金吹っ飛んじゃったけどね。エンチャントめっちゃ溜まったな。こうだね。で、防具。あ、まあ、作れないよね。レベルが足りません。さあ、取ってきた。いや、普通にね、大事なものっていう枠がないからな。はい、時代進化させましょう。お金も引かれるけどね。え？アレキサンドライト、食虫植物、古代人形の破片、また別なのが出るの。あ、でもあれだ、産業時代に変わるからガラって変わるんだ。あー、え、多分だってそうだね、もう新しいところ行かないとってやつだ。あー、マジか。なかなかやばいね。とりあえずね、こっち側移動して、じゃあそうだね、あー、やっぱそうだ、達成してきたらどんどんこうやって出るわ。あ、じゃあ次こっち側、そうだね、これ多分徐々に解放していくんだろうね。この辺りも電池開発とかしてないけどな。結局ギーザの第一マーなんだろうな、ここを完璧にするためにはこっち一つ先行かないといけないし、ここを達成するためには次行かないといけないみたいな感じの繰り返しになりそうだね。あ、謎。でもってここのワープはどこにあるんだろうね。ここのワープ永遠と見つかんないよね。やべえな。あー、でもそうだな、時代進化してアイテムは
に変化なし。ああ、マッチで進んで、マッチでゲットした方が良さそうだね。あ、消えた。はい。ということで、今回はここにしたいと思います。まあ、また次回、新しい拠点探しというか、一回、時代進めるために、アイテム集めかな。でも、ここのためにっていうよりか、こっちだね。ちょっと、進めていかないとなって気がする。このミルウィンの方をしないとさ、進化させれないんだよね。このあたり、またやっていきたいなと思います。ということで、ご視聴の方、ありがとうございました。まだいろんなゲーム、動画や投稿、解説やっていきますので、応援してくれる方は、チャンネル登録、高評価お願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。